ウィルヘルム・ルートビィヒ・ジョハンソン・ウィルヘルム・ヨハンセンはデンマークの植物学者、遺伝学者である。生物の集団が純系になってしまうと、ダーウィンの選択説が成立しなくなるという純系説の提唱者として知られる。コッペンハーゲンに生まれた。若い時は薬学者を目指し、1879年に彼の薬剤師の試験に合格するまでデンマークとドイツで働いた。 1881年に彼は科学者ヨハン・ケルダールの下でカールスバーグ研究所の科学部門のアシスタントとなった。種子、会計及び目の休眠と発芽の代謝の研究を行い、ジエチルエーテル、クロロホルムなどの様々な麻酔用化合物によって休眠が破られることを示した。1892年に彼は王立重異農業大学の講師に就任し、 その後、植物学と植物生理学の教授となり、植物生理学を教えた。自植性の因縁で、現在の視点では、豆の重さの違いは環境によるもので、環境の影響による差は時代には伝えられないと考えられているので、当然の結果であるが、当時は連続変異に働く、当他の有効性に疑問を深めるような役割を果たした。遺伝学の用語、 フェノタイプとジェノタイプを論文、オム・アーベライド・アイ・サンフンド・オージー・アイ・レナ・リニアの中で初めて用いた。この論文は改訂され、ドイツ語に訳されて、エリマンテ・デア・クサクト・アーブリッチ・ケイジルハーとして発刊され、遺伝学の基礎的なテキストとなった。1905年にコッペンハーゲン大学の植物生理学の教授となり、1917年に副学長になった。 アメリカに何度か招かれ、講演を行った。ウォーミング、ユッチ、アンド、W、ジョハンソン・デン・アルメインド・リッチ・ベタニック、エイン・デラボグ、ラーミスト・ティル・ブルング・ホースト・ドレンド・オージー・レレア、サード・エドン、クジョ・ベン・ハベン、ホース・エドン・バイ・ウォーミング・ジョハンソン1900から01、ジャーマン・エドン1907から09、レイブク・デア・リュジェマイナン・ベタニック、ベルリン、ボーントレガー、 667pp 生物進化を考える木村元岩波新書。ありがとうございます。